翔平に合わないのはエンゼルス米メディア提唱「逆説で考える適正球団」米専門メディアが逆論調ヤンキースは先発必要で2025年まで待てないコン・オフ・ FA となり去就が注目されているエンゼルスの大谷翔平投手争奪戦に発展することは必至ワールドシリーズ後の争奪戦スタートを前に獲得に乗り出しそうな球団が次々に報じられる中 イスポーツ専門メディアブリーチャー・レポートは大谷にフィットしない6球団をランキングで発表として合わない球団を挙げたここ数ヶ月大谷に最もフィットするチームが話されてきたそれは彼が FA でいる限りこの先何ヶ月も続くだろう次第につまらなく感じるだろうから逆の話題に触れてみよう彼がフィットしないチームはということからこれまでとは逆の論調で分析された MLB のフリーエージェントに先立ち翔平大谷に最も適さない6球団をランキングするという見出しで伝えたものだランキング形式になっており最も合わないのはレッドソックス以下ジャイアンツエンゼルスヤンキースメッツパドレスと並んでいる1位となったのはレッドソックスだったレッドソックスについてはボストン地元メディアマスライブのショーン・マクアダム記者のレポートによると 明らかに大谷は球団のオフシーズンの最優先ではないとしている理由としてグラウンドの形状が特徴的な本拠地フェンウェイパークについて左打ちの強打者が流し打ちのパワーがある場合のみ有益であってそれは大谷ではない打線が吉田正尚外野手は左打者偏重となっていることもネックだとしておりすでに MLB では最も左打者が多いラインアップの一つとしている その上でチームに必要なのは右打者だと断言さらに今すぐに先発投手が必要なチームの一つだとして右肘手術の影響で来季は野手としてのプレーとなることが濃厚な大谷の優先順位は低いと位置づけている2位はジャイアンツジャイアンツも大谷の獲得に手を挙げるという説が根強いが右翼のフェンスが高く右中間が420フィート 約128メートルと中堅より深い本拠地オラクルパークの投稿打点が問題だと指摘右利き左利きどちらのスラッガーにも優しいものではないとしたさらに勝利に飢えた大谷の移籍先としてもふさわしくないという見方もあるようだ球団の最近の競争力といえば当時ですらまぐれのように見えた2021年の107勝の前後には勝率5割前後のシーズンが3度そして現在 特に強力なファームシステムもないとチーム力の向上が当面ないと予測している3位は6年間を過ごしたエンゼルスでトラウトとレンドンは全盛期を過ぎているそれでもエンゼルスはレンドンに2026年まで1億1,600万ドル約174億円トラウトにも2030年まで2億6,000万ドル約389億円を支払う必要がある今回トレードで若手プロスペクトを放出したことも理由の一つだが ファームも MLB 最悪レベルだもし大谷が勝つことを優先しているのであればエンゼルスはこの先数年間で最も行きたくないチームの一つになるだろうと厳しい意見が上がったそして4位はヤンキースだヤンキースは2025年でなく今すぐに先発投手を必要としているとして今期はエースのゲリット・コール以外が軒並み不審だった先発陣の整備が最優先だと指摘 はは投げられないいい大谷の優先度は低いと指摘しているもう一つの問題がジャンカルロ・スタントンの存在だというここ3年間で計90本塁打しているスラッガーの持ち場は大谷と同じ指名打者 DH で彼と大谷がどちらも DH になることはできないとした大谷を獲得するならスタントンの放出が不可否となるがトレードあるいは放出によるものだろうと残り年俸の1億1600万ドル 約174億円をヤンキースが負担するのは避けられないそうすると大谷の獲得にかかる真の費用は5億ドル約750億円を超えるだろうとコスパの悪さがネックになる5位のメッツは指名打者を必要としており大谷が加入すれば強力な左打者をまた1人補強できることになるしかし来季は打者専念となるためブレイクスネルアーロン・ノラ由伸山本エデュアルド・ロドリゲス ルーカス・ジオリとジョーダン・モンゴメリーメッツにとって FA の先発投手の選択肢が少ないわけではない大谷を追うよりもこれらのオプションから1人または複数を獲得することに力を注ぐ方が賢明かもしれないと現実を見据える6位のパドレスはおおよそ5,000万ドル約74億9,000万円コストカットするという報道があるとチームの年俸総額の問題が浮かび上がる ここに名前が挙がらなかった球団の事情について記事は一部のチームは欠点を見つけるのが難しいロサンゼルス・ドジャースだけでなくテキサス・レンジャーズシカゴ・カブスそしてシアトル・マリナーズも同様だ彼らが大谷を獲得できればまあいいだろう彼らはそうすべきだとして獲得の大きな障害はないとしている日米で大注目となること必至の争奪戦大谷が選ぶのはどこだろうか どの球団も喉から手が出るほど欲しいように思える二刀流だがチーム事情などのさまざまな問題も待ち受けている。